これでチュートリアルっぽいからな。でもメイン任務だからどうだろう。他のポケモンも捕まえていいとかいう、そういうルールないかな。誰君？ウォロ。他の地方からやってきたのかな、この髪の色といい、喋り方といい、名前といい。珍しい人物ことを確かめるのは商人のサガ。お互いのポケモンで腕比べ。いや、いいです。あ、いいです、いいです。え、絶対嫌です。絶対嫌、絶対嫌。ごめん、無理。え、絶対無理だから。あ、ごめん、無理無理無理、絶対無理だから。は？嫌だから。いやいやいや、ズバッと捕まえるもん。今からズバッととスボミンとメロクラゲ捕まえるもん。わーったよ、うっせえな、これ。さあ、体力がゼロになったら、負けです。はい。正直、飛ばしたいです。でも、初のバトルだから、ちゃんと見せるわ。てか、時間長くない？本当はこのパートで捕まえたかったんだけどな、毒ポケモン。さあ、これ移動できるんだよね。技、電光石火。じゃあ、さっさと倒すか。電光石火！いいだ、いいよいいよ。体当たり、いてぇ。いけ、電光石火だ。うん、レベル5で HP47 あるやん。やば、個体値やばくね、こいつ。個体値 V どころじゃねえぞ、こいつ。電光石火だ。え、HP 多くね？え、47もねえよな。レベル5で普通。レベル5だったら HP15 とか16だよな。あ、経験値50。レベル6、新しい技。ヒノコ。ヒノコか？レベル上がると使える技が増えます。戦闘で使う技を変えたいとき。変えれるんだ。え、自由に。あ、そうか、技マシンっていう概念がねえからか。多分。多分そうだよな。モンスターボールも最近作られた時代だもんな。技マシンがねえんだわ。60回復、めっちゃ、え？ 60！ もういい傷薬超えてんじゃん。まあ、そうだよな。まあ、HP がレベル5で47とかやったから、そうだよな。実質そうだな。傷薬の HP 回復力も、上がっとかないとおかしいよな。さあ、黒曜の原野に出発。行き先を選んで門番の伝助さんに教えて、気絶したら助けてくれるんだ。超有能。門番さん愛してる。さあ、試験に行きましょうか。そう、行きます。黒曜の原野、水辺あるからメノクラゲはいないか。さすがに。さすが浅瀬にはいないか。いや、でも草むらがあるから、すぼみで、ことぶきでしょ、この辺。ことぶきの周辺だったら、その、ダイパの方だったら、すぼみいるんだよね。ことぶき周辺の草むらって。4種類のポケモン、ビッパ、ムックル、コリンク、ズバッと、すぼみを捕まえる試験ですね。わかりました。捕まえます。そもそも、ズバットはいるの確定してるんでね。その PV でクロバットはいたから、ズバットは確定してるんですけど、スボミいんのかな。でも、信用地方だしな。さすがにいるっしょ。いや、お話はそろそろいいよ。そろそろ入団試験、ほんとやらせてください。かわいい。さあ、試験始めよう、さっさと。めちゃくちゃ時間経ってんだわ。これ、もしかしたらこれ、パート1個、超えてるかもしれない。これ、もしか、この動画もしかしたらパート2かもしれないんだわ。もしかしたら。何もしないままパート1が終わってそうな気がするわ。さあ、こっから自由にポケモンを捕まえていいんだよね。いいんだよね。ビッパなんで捕まえねえよ、僕は。これ強制？
なんか強制っぽいな。なんかまだチュートリアルっぽいもんな、入団試験だし。ZL 注目、へえ、ゼルだやん。注目か。なるほど。ZL で注目しながら ZR で投げる。なるほど、わかりました。まあ、ビッパは一旦ほっといて、他のとこ行こっか。あ、いけないの。くそ。しゃーないな、捕まえるわ、もう、しゃーない。あー、めっちゃオートエイム、超楽。なんかある。待って、アイテムあったんだけど、ちょっと取らせてよ。さあ、ビッパの捕獲完了。すげえあっさりしてる。アイテムなかった？あれ？この辺でアイテムなかった？あれ？行って。あったあった。え？これ？なんかアイテム落ちてる。木の実か？登れない。あー、登れないか。まだ無理っぽいな。で、次何？次はムックル捕まえろってか？あ、ムックルだ。てててててててっつってね。すぐ逃げちゃう。あれ違う。あの、いつもの鳴き声してや。しゃがめば大丈夫。さあ、しゃがむボタンが B ボタンっすか。はいはい。完全チュートリアルっぽいな。さっさと捕まえますか。はい、オートエイムー。ん？オートエイム働いてくれ。あ、働いた。よいしょ。ちゃんとオートエイム発動して。僕苦手なんだから、そういうの。ボール1個無駄にしたわ。まあいいでしょう。で、もしかしてこれじゃない、もしかしてこれでもう手持ちに入ってる。いらねえ。で、お次は？あ、木の実あるやん。木の実。はい、何ですか？先輩として。教えてください。あ、相棒のポケモンボールの投げ方か。道具を投げた後にポケモンを投げるなら X。ポケモンを投げた後に道具を投げるときも X。X 切り替え。ポケモンを木や岩に投げてみる？ポケモンを投げる？やめなさい、ポケモンを投げるとかそのこと言っちゃ。ダメだよ。はぁ、こういう切り替えできんだ。へぇー。なるほど。へぇー。ズン。いけ、火の嵐。オレンの実3つ。いいね。で、コリンク。捕まえようや。さあ、気性が荒いのが分かりますか？なんとなく分かります。さあ、気性が荒いやつは、なるほど、そういうマークね。三角マークのアイコンが多いほど捕まえやすい状況になってる。なるほど。×になると、戦闘をしないと捕まえない、釣られないと。なるほど。戦いを仕掛ける。さっきに、戦ってる時にボールを投げる、ポケモンボールの方を投げる感じ？なるほど。ポケモンボールを投げるか。なるほど。オッケーオッケー。お、ちょっと待って、ちょっと待ってね。切り替えさせてね。ちょっと待ってね。おい。危ねえな。逃げなきゃ。技いけ、火の粉だ。いいね、いいダメージだ。天候石火、耐えろ、火の嵐。
え、なんで相手が先に動いてんの、ずる。まあいいや、キノコ。これやっつけ、あ、それ先言って。それ先言って、それ先言ってもらわないとわかんないの僕。なんか倒したら、なんか弱った、さあ捕まえようってなるかも、なると思うやん。使います。ここはいつものポケモンスタイルなのね。そのなんかあのダイマックスみたいな感じで倒した後にボールを投げてっていうパターンだと思うじゃん。違ったのね、ここはいつものスタイルなんだね。さあ村に戻りましょう。いや、ここでパート1個、いや長すぎるよな、絶対パート分かれてるよなこれ。いや毒タイプのポケモンよ、どこだよマジで。まあいいや、記念に1枚、あ、どうも。はい、ピース、ピース、はい、チーズか。はい、バター。で、いつになったら毒タイプのポケモンを捕まえていいんでしょうか。いつになったら自由にポケモンを捕まえていいんでしょうか。多分入団したらいけるっしょ。あー、なるほど、牧場か。なるほど、なるほど、牧場で預かってくれるんだ、いいね。まあ個人的にはそのこのメニューで自由に切り替えたかったけど、まあさすがにそこまで自由には無理か。さあとりあえず銀河団に入れてもらわないとね、話が始まんないんで、マジでマジで僕の中の話が始まんないんで。隊長、3種類捕まえてきました、隊長。試験合格、はい、ポーチもそのまま使います、あざす。さあ傷んだ君を試したい無理難題を出したのにこなすとはな。ありがとうございます隊長、制服ありがとうございます隊長。3階にある団長室、団長に挨拶、あ、この子はトップじゃないんだ、この子って言っちゃった、この人がトップじゃないんだ、へえ。その上に団長いるんだ、隊長の上に。てっきりこの子は、この子じゃねえ、この人が、トップかと思ったけど違う感じか。とりあえず着替えましょう。着替える前にもしかしてこれ外に行けたり行けなかったり、くそ。さらっと抜け出してズバッとあたり捕まえてこようかなと思ったんだけど無理だったわ。とりあえず着替えましょう。あ、鏡のところで着替えるんだ、なるほどね。着替えますか、はい。はあ、こんな感じで着替えれるんだ、ほう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 。お、やっとそれらしくなったな。いいね、やっとそれっぽくなったじゃん。やっと僕の物語が始まるわ。脱世靴やけど。やっと始まる感じですかな？さあ、タキャンぴったりと似合ってる、ありがとうございます。隊長が、隊長ありがとうございます。で、団長はどこですか。早く外に行きたいんですけど、あ、帽子ありがとうございます。やっぱこれがないと落ち着かないんで、やっぱり頭を隠さないとね、やっぱり落ち着かないんですよ主人公というものは。
で団長どこすか。ん？なんか勝手に動いてる。ん？なんか勝手に動いてんだけど。ん？バグった？あ、バグってなかった。で団長どこすか。団長、団長。三回？団長。団長。ん？ここじゃない。団長。三回か。おお、すげえ。ん？七かまどは風じゃね？七かまどやん。団長。団長！あざーす！ございまーす！さあ、電木さん。はい。電木さんですね。どうも、ケケです。はい。よろしくお願いします。そう、レギュラー一応してます。15歳なもんで。え、バトルすんの？立ち会え。立ち向かう。でやっ。あ、相撲やってたんだ。こいつら何やってんだろうと思ったけど。さあ、やった。村の仲間としてやっぱ、迎え入れられたわ。さあ、てことで、ポケモン図鑑完成させないといけないんですけど、早く、やらせてください。よし。メイン任務終わった。OK。メイン終わったんで、もう自由に動いていいっすよね。ダメっすか？ダメっすか？まだ。ランクは0星。ゼロ星ね、はい。ランクも上がる。もしかしてその島星さんもあるんですか？島星ランクってあるんですか？もしかして。クラフトに必要なレシピ。さあ、モンスターボールのレシピ、そう、レシピなんだよね。ボングリの実と、魂に見えた。びっくりした。魂しか、びっくりした。魂に見えたわ。ボングリの実と魂が必要な、ポケモンの魂が必要なのかなと思ったけど、びっくりするわ。3000円、あ、どうも。どうもでーす。へー、クラフト名人なんだ。ていうことで、まだチュートリアルが続くと。長くないのよ。2パート分チュートリアルになるっぽくね、これ。下手すりゃ。長えな、ちょっと。そろそろ毒タイプのポケモンを。いやー、まだまだかちょっと待って、そのメインをほったらかしにしてポケモンを捕まえに行くってことはできないんですか？あ、シャロンさんどうもよろしくお願いします。着替え？何着替えって。あ、どうもです。また今度行きます。うわぁ、逃げられねえなぁ。これは逃げられねえなぁ。ちょっとごめん。行きたいんだわ。早くズバットを捕まえたいんだわ。すまん、ちょっと行かせてくれ、本当に。行かせて。ちょっと、デンスケさん、もうちょっと融通聞かせてくんない？ああ。まだか。じゃあ、クラフト作りサクってやるか。さあ、教えてよ、しょうちゃん。さあ、このクラフト台でモンスターボールを作ると。ベースキャンプにもあるんだ。なるほど。ってことは、村の外に出ても、ベースキャンプで、モンスターボールを作ったりとかできると。お、いっぱいあるじゃん。じゃ、全部作っちゃおうぜ。全部。全部行こうぜ。
あ、終わっちゃった。早っ。一瞬で終わったな、メイン任務。オッケーオッケー、モンスターボール作れたんで、そろそろ、外に行っても、よろしいですか？スボミーとか、ズバットとか、メロクラゲとか捕まえたいんです。あ、ポケモン図鑑、あ、どうもです。どうもです。ありがとうございます。やっと博士っぽいことをしてくれましたね。さあ、ポケモン図鑑、開きます。まだこんだけ。あー、その場所によってのあるんだ。はい。図鑑タスク、何ですか？図鑑タスクというものは。後で調べておきます。あ、説明してくれる。ありがとう。お、やっと原野ベース行ける。やった。早く行こう。早く行こう。え、タスクでメイン任務？いや、もうそろそろいいんだ、メイン任務は。何？俺の依頼？何？サブ任務？あ、そっか。サブ任務もできるって言ってたもんな。なんすか？デンスケさん。あ、スグルさんね。ケムッソ。そっか、ケムッソも、そっか、進化すれば毒ケイルになるか。そっか、そっか。ケムッソ、アクロバットや。そっか。ケムッソを捕まえたら俺に譲ってくれないか？嫌です。嫌です。ケムッソは僕もです。そのケムッソがもしかしてそのマヨルドに進化したらどうするんですか？返してくれるんですか？カラサリスになったらいいですけど、そのケムッソ、マヨルドになったら返してくれるんですか？誰ですか、君。サブイベントですか、こう。コリンク。うん。後で見せるわ。今持ってるけど後で見せるわ。その前にとりあえずズバットとスボミー捕まえたいから。デンスケさん、外行きまーす。外行きまーす。お、これがロード画面か。走ってんじゃん、主人公が。お、早くね、ロード。いいね。さあ、そろそろ捕まえさせて、本当に。図鑑タスクって何？何これ？種類ごとに内容や数が違う？あ？ZL を押しながら、ポケモン図鑑を開いて、なるほど。タスクをこなしてポイントを貯める。はあ。野生のポケモンを襲われたら回避してください。はい。します。回避します。Y ボタン。いい前転だ。いい飛び込み前転だ。回避です。はい。モンハンだなぁ。モンスターハンターか？てててててーってやりそうやのに。モンスターハンターか、これ。さてことで、そろそろ本当に、そろそろ自由に、そろそろ、アドバイスは受けなくてもいいかな。いや、そろそろ本当に、パート3つ挟むのはさすがにやばいんだけど。そろそろ毒タイプのポケモンを、いや、もういいよ。うん、下ボタンで、あ、はいはい、タスク開くしてます。ちょっと早く。いや、どんどんビッパじゃなくて、ビッパじゃなくて、違う、毒タイプ。いやー、違う、早く。いや、すげえ、もう早もう。あ、ビッパしかいねえ。あ、ビッパしかいねえや、この子。ここ、ビッパしかいねえ。あー、ビッパしかいねえ。何このタスクって。あ、ポケモンによってタスクあんの？ん？あ、消えた。ZL のタスクで、あ、これか。ビッパ。重いサイズを捕まえた数、倒した数、確認した姿の種類、進化させた数、なんかいろいろあるっぽいな。
これをやれってこと？なるほど。はい。あ、間違えた。あー、戦っちゃったあ、コリンクじゃこれ。あ、コリンクだ。あ、待って、待って。コリンクになってる。コリンクじゃない。木の嵐、ごめん。待って、あ、ちょっと待って。ぐちゃぐちゃだえ、ちょ、あ、こっちか。入れ替える。お、水辺があるってことは、ブイゼル。あ、ブイゼルいる。待って、これ。絶対いる。絶対毒タイプいる。ブイゼルは興味ないけど。この辺の鉱石も掘りたいけど。ちょっと待って。絶対なんかいる。ショーを無視しよう。ショーを無視して、ちょっと、駆け回ろう。レベル上げるかも、いっそのこと。あ、戦っちゃった。ケムスをレベル上げて、マイルドにしよっか。それだ、行こう。マイルドにしよう。あー、でも手持ちいっぱいだ。捕まえすぎて。やっちゃった。あ、捕まった。うわー、すごい、レベル上げて。待って、これ手持ち帰れない？うわ、これ手持ち帰れないっぽいな。一旦帰るわ。一旦帰ってケムッソンレベル上げたい。よーし。進化可能。いきますぜ。頼む。頼む。マイルド。頼む。マイルド。来い。マイルド来い。頼む。マイルド来い。頼む。カラサリスは嫌だ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 。かー。よし。よし。ケムッソガチャ行きまーす。頼む。カラサリスは嫌だ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 。きたー。マイウルドー。よし。よーし。やっとレベル10になったー。ってことで、行きましょうか。進化。やっとや、めっちゃ時間かかった。30分ぐらい、3、40分ずーっと、ポケモンと戦い続けて、僕の、ポケモンレジェンジアルセウスが、やっと始まります。毒ケイル。やっとね、毒タイプのポケモンが手に入り、念力を覚え、超強くなりました。なので、やっと、これで僕の、あれが始まりますと。よし！じゃあまずは、休憩して、で、そして、今までお疲れ様でした、日野嵐ちゃん。君はもう牧場でずーっと遊んでていいよ。お疲れ。さあ、ケムッソガチャ、ほぼ半分外すっていうね。半分以上。5匹いて3匹カラサリスだったからな。さてことで、やっと僕の、メイン任務が始まりますね。翔ちゃんのとこに行きましょうか。もう何してたか忘れたわ。